お疲れ様です。鷲田さん。撮ってんすか？そう、トースポチャンネル、はい、念願の鷲田浩二直撃インタビュー、はい、初登場ではないですけどね。うん、ただその、はい、なんかしっかり、はい、今の鷲田浩二に、はい、S 級一般、はいはい、今期取るみたいな。そうっすね。ガチッとした話をね、はい、聞かないとダメだと思って。取りますよ今期は。あのね、なんでかって言ったら、はい、もう来年のオールスターでやっぱファン投票してもらわないと、はいはい、投票を、うん、促してるだけなんで、他の選手へのあの盛り立ててね。そうそうそう、あのいつもお前の名前ないぞって言われるんで来年のね、7月から S1 取るようにちょっとね、うん、はい、頑張ってます。確かにその分でちょっとその苦手な夏を、はい、しのいでいるような。そうですね、もう、うん、でもね、もう口と、うん、頭で、うん、はい、しのいでるんで、もうちょっと足いりますね、やっぱり現代競輪は。足そのもの、はい。ちょっと前にワッキーに聞いたら、その、はい、練習ね、一緒にできる時間はあるけど、はいはい、やっぱりね、公務がある分、はい、浩二さんはやっぱり忙しいのは忙しいですよと言ってて、あのね、気を使ってて。それ僕も見たんですよ、コラムで、うん、けどそれ間違いで、うん、僕は公務の時間割いてやってるんですけど、うん、脇本が県外に出稽古に行くんで練習できてないだけなんで、本当に僕も福井競輪場の主なんで。あ、じゃあいられる時間ずっと、なんとなんと、はい、確かに和歌山にこの前も、その、あ、そうです、そうです、怪我する前だけど、ね、いや、なんか同じやっぱ練習メニューなんで、どうしてもね、うん、メンバーを変えないとやっぱこう刺激がなくなるっていうことで、うん、もう毎月出稽古、まあ、怪我しちゃったんですけど、その前はね、もう毎月行ってましたね、うん、で、やっぱり近畿の若手の底上げというかね、そういうのも気にしてるみたいです。そうですね、まあまあ、脇本も30今年5なんで、うん、もう番手につくこととか、うん、はい、まあ、やっぱ自力ではちょっとね、レースは走れても、うん、やっぱ体がしんどいって本当にね、まあ、腰もやっぱ悪いですし、うん、はい、そういうのを身近で聞いてると、うん、まあ、僕もそういうのに協力したいなとは思って、うん、はい、一緒にやってますけど。ちょっとなんかね、福井の病院にしばらく入院みたいな感じで出てましたけど、はい、なんかまあとりあえず性格なので、うん、個室でゲームしたいだろうと思って個室空いてる病院はもう協力して探しして、あ、なんとなんとまあもうちょっとね、うん、お休みですよね、今のんびり休んでもらって、うん、まあ、まあ、平安社を僕に任せろと、はい、言えればいいんですけど、うん、言えないので一戦一戦頑張るだけですね、はい、確かにね、この何年かね、ワッキーがここで結果残して近畿のね、はい、そうですね、守ってきたけど、はい、ただ、まあ、手応えじゃないけど、その、はい、やっぱりその福井記念があったり、はいはい、鷲田浩二っていう選手が、はい、こうその場所に、はいはい、近畿でというのを見せてくれるところに、はい、ついにね、そうですね、なんか、レースのことはもう本当にあんまり覚えてないんですけど、うん、準決勝終わった後の近畿5人の話し合いの時に、うん、いつも端っこで腕組んで見てたのを、うん、その輪の中に入れたのはあ、ちょっともう一回やっぱりね、まあ、とりあえず G3、まあ、今回ももちろん決勝を目指して走りますし、うん、まあ、その先もやっぱりこう可能性あるのかなっては自分では思ってます、うん、はい、非常に、ね、楽しみにしてますし、はい、来年のオールスターでまたこのインタビューできるように。そうですね、まあ僕がいなくて、うん、オールスターじゃないだろっていうファンが、はい、あと本当に数人いて数人で、さらには有馬雄二もいないと、はい、本当のオールスターじゃないよっていうファンも数人いたんで、うん、まあね、全国数人のファンのためにね、はい、佐藤慎太郎さん規模ではないですけど、はいはい、まあ一人一人いろんな思いあると思うんで、自分もね、ファンの期待に応えれるように一発取ります。よし、頑張ってください、はい、はい、頑張ります。